そして今、高木さんを高橋さんに演じてもらえて本当に良かったと思っていますありがとうございますとたましたうわぁ、これは嬉しいね、はい、この山本先生からなんとお三方へメッセージをお預かりしておりまして<え>高橋理恵さんはい漫画には音はないので元々は高木さんや西方の声をそんなにイメージして書いていませんでした 初めて高橋さんが演じてくれた高木さんの声を聞いたのはコミックスの CM だったと思いますなんとなくの雰囲気くらいしか声のイメージのなかった高木さんがキャラクターとして生き生きと喋っていると感じられてもしもアニメになることがあるならばこの人に演じてもらいたいなと思いましたそして今高木さんを高橋さんに演じてもらえて本当に良かったと思っていますありがとうございますと うわこれは嬉しいね、はい、そして、まだまだ続きまして前回の舞台挨拶の際に高橋さんが私、山本宗一郎にこの景色を見てもらいたいとおっしゃっていましたがこうやって多くの方々に劇場に足を運んでもらい作品を楽しんでもらえて本当に愛してもらえる作品になったことを実感させてもらっています。高橋さん さん、声優陣の皆様大原さん、赤木監督はじめさまざまなセクションのスタッフの皆様が丁寧に作り上げてくださったおかげで思ってもいなかったくらいたくさんの人に作品が届いていることをありがたく嬉しく思います本当にありがとうございますとのことでしたいや本当ね先生もご来場いただいている皆さんも本当にありがとうございます。 こうして劇場版までね作らせていただいてもうこの高橋さんの涙が全てを物語ってっますすね嬉しすぎるね僕らより先にねあの高,高木さんには声がついていてそこから、こうして1期、2期、3期そして劇場と見事に演じきってまあきっとこれからも続いてくれると信じてますけども信じてま,すい<つ>かまだまだやりたい、うん それが先生にもね届いててよかったねうんよかったです本当にあのえー、えっ、ーえー、とすごいあのでも先生の原作ありきで、うん、先生の原作をどういう風うに世界観に表していこうかってみんなが頑張ってきてよかったですね、うん、そうだね本当。はい 先生も今こう、いろんな連載そしてどれの作品もアニメ化して、ね、本当にお忙しい中でこうやって、ね、もう僕らのことも気にかけてくださって書き下ろしてくださって本当に嬉しいですね改めまして山本先生本当にありがとうございますありがとうございます。